今ハートヤイに着きました、プーケットからバスに乗ること10時間かかりましたね。タイの、まあ、一番南ですね。でなんと今雨降ってます。時刻はもう9時ですけど、雨降っててまだ宿も決めてないんで、ちょっとこれからどうしようかなと、ちょっと考えたいと思います。ホテルはこちらに決まりました。なんと、本当は9時半までにチェックインしないとダメだってことだったんですけど、なんとか無理やりですね頼むということで今日泊まることになりました。ありがとうございます。サムライマック頼みました。なんとタイにもサムライマックがあるそうです。ポテトなんとかってやつを食べました。これですね。これ今作ってもらってます。熱々うまそう。うん、予想通り甘い。いやー、なんで甘くしちゃうかな。マレーシアクアラルンプール着きました。市内ですね。バスで30分ぐらいかけて着きました。結構都会ですね。マレーシアもなんかちょっとタイに似た雰囲気がありますね。このお店で、チキンライス、釜飯のチキンライスっていうのを食べたいと思います。味は何だろう、これ醤油っぽいな。美味しい、美味しいな。これ醤油だな、醤油。今日は安い宿を探すのがめんどくさかったんで、もう飯食べたところのすぐ後ろにあったホテルに入りました。室内はこんな感じですね。結構こじんまりとした部屋ですが、クーラーがあってベッドがあってテレビがあって、そしてこれがトイレとシャワー。タイに引き続き、マレーシアもシャワー文化なんですね。マレーシア、セントラル駅の近くにいます。見渡す限り高層ビルですね。いろんな人種の人がいます。クアランプールの朝ですね。こういった形でいろんな人種の人たちがいますね。もう何人だかわかんないですね。で今日のお店、昼飯ですね。こちらのお店でこの人気ナンバーワンのマレーシアのラーメンですかね、これを食べてみたいと思います。雰囲気はこんな感じですね。本当にいろんな国の人たちが食いに来てます。なんだこれは、麺がうどんみたい。うんうん、酸っぱいですね。南国のなんか酸っぱい、なんなのこれ、酸っぱいうどん、ちょっと辛いみたいな不思議な味ですね。ちょっと時間があるんでカフェに入りました。よくわかんないですけど、なんか適当に頼みましたね。これなんだろう。うん、チョコレートっすね。うまい。って感じですね。いやー、今中国は1時10分ですが、まだ宿も何も決めてないです。こっからどうやって街に出るかもこれからちょっといろんな人に聞きながら、行きたいと思います。もう本当に衝撃ですね。見るもの全てが衝撃。